ママミニマリスト伊沢ひとみです。こちらの動画では私の持っているオールシーズンの服をご紹介していきます。私が今持っている服はここにかかっているもの、そして着ている2着を含めて合計19着となります。アウタートップスで合わせて13着のボトムス5、6着持っています。どんなアイテムを持っているかっていうのを、詳細を1着ずつご紹介したいと思います。まずはじめにコート類のアウターを2着持っています。メインとなるのは冬のアウターのこちらですね、白いコートがあります。以前はダウンジャケットも持っていたんですけど、そちらはもう手放しました。ちょっと古くなってきてたので、なので今持っているのは白のコート1着のみになります。でこれがね、ちょっと汚れがこう出てしまったので、これからシミ抜き兼ねてクリーニング、宅配保管クリーニングに出していこうと思います。そしてもう1着目のアウターはポリエステル生地 100% のカーディガンです。このコートの中に冬は着ていて、今の時期はこれ1枚羽織るだけで着ています。ポリエステルの素材なので、で結構地厚ですので、あったかさもあるけれどサラッとしていてシワにもなりにくいので、とても着心地のいい、手入れのしやすいアウターです。トレンチコートですとか、あとブルゾン系のものは今回一切買わずにですね、このカーディガンだけで今過ごしています。あとは冬の地厚のニットですね、が3枚あります。おなじみ、毎度おなじみのイエローのニットに、ボルドーとネイビーのニットになります。これはですね、どれも私の中でお気に入りですので、また今年も着たいと思っています。で特にですね、この中でもこの2枚、ボルドーとイエローのニットを気に入っているので、この2着はちょっと大切に保管したいということで、この後宅配保管クリーニングに出すものとなります。こっちはもう自分で手洗いできちゃったので、このニットは私のクローゼットで保管していこうと思っています。ので厚手のニットが3枚あります。そして持っている薄手のニットは私が着ているの含めて3着あります。でこちらはですね、秋も着て、で冬は中にあったかいインナーを着て、そして今また春先はタンクトップのですねインナーを着て過ごしています。かなり季節長くですね使えるのが薄手のニットだなと思っています。厚手のニットはやっぱ寒い時期にはすごい重宝するんですけれども、長い期間秋冬春って着れるのって薄手のニットだなっていうのを私は1年間過ごして感じております。そしてこちら七分袖のカットソーを持っています。デザインがとても気に入っていて持っているんですけれども、なかなか着る機会のない服です。で先日次男の入園式で着まして、これにネイビーのパンツ合わせて入園式出たんですけども、でそういうかしこまった時にはすごく使えるトップスなんですが、日頃そういう機会ってあんまないもんですから、言うほどこう着れてないってもんですね。で特に今自粛期間中でこう外に出かけることがなくなってしまったので、着る機会がやたら減ったという服になります。でこれはちょっと、ね、前も手放し対象かなとは言ってたんですけれども、ただデザインがすごい気に入っている、で私の体型に合う服なので、この秋までちょっと様子を見てみて、その後考えようかなと思います。で私が今持っている夏の服っていうのはこちらの4着になります。夏のトップスですね。同じ素材の色違いのものです。これ去年めちゃめちゃ着まして週2回以上着ていた服になります。白と黒で、このレースのチュール素材が可愛いのでとても気に入っていて、で今年もいっぱい着ようかなと思っています。あとはこちらカーディガンにノースリーブのシャツですねを持っています。このトップスがカーディガン1着とノースリーブ、すべてノースリーブのトップスが3枚あるよっていう現状です。ですので半袖だとかそういうのがちょっと欲しいなと思ったら買い足さないといけないっていうのが今の現状です。で実際ちょっと買い足そうかなと思ってる時もあったんですけど、ただ今のこの自粛期間がどのくらい長引くかもわからないですし、そういう出かける機会もない間にこう季節がどんどん変わっていってしまうのかなと思うと、少し様子を見ながら本当に必要だなと思う時に買い足していこうと思います。現状はこの3枚でノースリーブにカーディガンというスタイルでちょっと過ごしてみようかなと思ってます。そしてあとはボトムスがですね、私が履いている黒いパンツ含めて6着あります。すべてオールシーズン使えるものになっています。で1着ですね、以前よりもワードローブの中が増えました。こちらです、ジーパンです。私ジーパンを何年ぶりだろう、2年3年ぶりぐらいに履きました。
で、まあ、ちょっと訳あってこれいただいたジーパンなんですね。あの出かけ先で次男に汚されてしまって着る服がない時に、まあ、貸してもらっていただいてきたっていうジーパンなんですけども、今この自粛期間中にパンツを履く機会がすごく増えたので、そういった意味ですごく助かってはおります。まあ、ただそうはいうものも、やはり人からいただいたものってサイズがぴったし合うことってあんまないので、この期間が過ぎた後に自分が着る服っていうのをもう一度見直す際に、まあ、ちょっと手放しの対象になってくるかなと思う服でもあります。でこれの他にですね、パンツは2つ履いている、黒の無印の良品のパンツに、あとはサテン生地のですね、骨格診断ウェーブで太ももの太い私の足が細く見えるパンツですね、素材のパンツと、まあ、いただいたジーンズのこの3本が私が持っているパンツになります。そして同じくスカートも3枚持っています。まあ、よく解禁着て履いてるのはこちらイエローのスカートですね。これ綿素材なので、もう冬はタイツを中に履けばいいし、夏も春も冬いける、オールシーズンいけるスカートになりますね。でまだまだ今も履いています。あとは同じレースのチュールスカート、以前もご紹介したことあると思うんですけども、グレーのものを以前もう1枚持ってたのは、まあ、ちょっと破れてしまって手放して、ネイビーと、あとこちらパープルの薄いパープルのものを持っています。素材感がすごく私に合いますし、あの気に入って履いています。なのでね、まあ、このあたりをこの夏のスカートとして、まあ、去年も履いてたんですけど履いていこうとは思ってます。でこれに合うですね、トップスっていうのが今持ってないので、そのあたりのバランスを考えながら、もし増やすのであればこのスカートと合わせるということで考えていこうと思っています。黄色のタイトスカートに関しては、まあ、こんな感じで夏はノースリーブのストライプのトップスと合わせていこうかなと考えています。あと、まあ夏のトップスですと、まあ、本当に今履いている黒のこうパンツと合わせるんですとか、去年はよくこのネイビーのボトムスと合わせて履いていました。はい、そんな感じで私が持っている服19着をご紹介いたしました。ちなみに今のこの自粛期間中の服はほとんどこのスタイルを貫いております。この服を週に2回から3回着ております。少し、まあ、気分を上げるために自分のですね、好きなカラーのニットを着て、まあ、これに合うのが動きやすいこの黒のパンツもしくはジーンズですねを履いています。ですのでぶっちゃけますと、私が今着ている自粛期間中のコーディネートはまさしくこのですね、シンプルなニットにボトムスというスタイルになってます。でこの薄手のニット3枚のうちのどれかを着て、ジーパンかもしくは黒いパンツ、なので合計トップス3着のボトムス2着の5着で回っております。今の自粛期間中の私にとってはそのコーディネートがとても楽ですし、まあ、の生活ライフスタイルに合ってるってことなんですね。でそう考えると、あ、こんなにじゃ服いらないじゃんってなってきちゃうんですけども、まあ、ただそうは言ってもやっぱりおしゃれもしたいですし、スカートもすごい好きなので、まあ、このですね、自粛期間が明けて外に行けるようになった時には服の見直しをしていきたいなと思っています。はい、それでは今日の動画は以上となります。もしこちらの動画が何か参考になったよ、良かったよと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをいただけますと嬉しいです。また私のチャンネルではこういったワードローブ紹介や物を厳選して暮らすことによって得られる幸せとか気づきっていうのも紹介していきますので、チェックいただけますと嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。